今深夜でして、ということでどうもプロダンです。いや、ということで今日はまあ深夜という手でね、ちょっと深夜にこの動画撮ろうと思ったんですけど、寝ちゃいまして、すいません、寝ちゃって、今昼の12時でございます。本当は深夜食べるつもりだったから、今日は深夜に、はい、仕事が昨日遅かったんですよ。で、何がかんや、なんか12時過ぎぐらいになっちゃってお風呂入って、で、その時に買った食材がありまして、これは俺ね、ほんと胃がギュって言って見た時に、深夜のスーパーに売ってたたこ焼きでございます。はい、とろうまたこ焼き、あえて銀だこじゃない冷え切った、はい、冷え切ったたこ焼き、壊れかけのレディオ、熱々じゃない感じ分かります？この冷え切ったのがうまいのよ、ほんと分かるかな。これこちらあえてのバーカップのヌードル、はい、ノーいらなかった、特盛り 100g そんな特盛りじゃない。前回ちょっとロケで三重に行ったんですよ。三重県の津で、そこでその三重県の津のすごい名産の揚げ餃子、これやばくね、デバイ、デジモンのデバイスぐらいありますよ、これ。で、こちらも見て、白いバージョンもあります。これ、でかくね、マジで。小栗旬の顔ぐらいでかいっすよ。深夜に今のやばくない？っていうことで、俺はね、今朝食べちゃって、大嘘つきなクソ野郎なんですけども、やっていきたいと思います。ははは、楽しみ！揚げ餃子をさらに揚げちゃいますから、これ絶対うまいぞ。もう揚がってるのにさらに揚げていきます。付き合ってるのに私たち付き合ってるよねって聞いてくるような、そんなしつこい料理になっております。何言ってもすごいな、これ揚げパンみたいだな、本当に。うわ、美味しそう、膨らんで中が、はい、炊けました。うわー、うわ、できた、お腹空いてる。なんだ、あ、本当お腹空いてる、やべえ。ちょっとこの紀州南高梅、これをね、炊飯器そのまますくいように水をいきます。うまっ。そしてこれにお湯を入れていく。うわ、懐かしい。大学生の頃さ、自分でお弁当持ってた、お安上がりだったんだけど、友達に自分の作った弁当っていうのを見せるのが恥ずかしくてね、みんなが食ってるようなカップラーメンとかをあえて買って食ってたんですけど、懐かしい。あの時は一人暮らしが嫌だったな。あ、みんな実家組だったからさ、これをバイト先でよく食ってたわけなんですよ。本当はおにぎりとか持ってってね、食ったけど、お前が作ってんのって言われるのなんか恥ずかしくて、わかるこの気持ち。深夜のハイカーボ、ハイ炭水化物祭り屋台飯でございます。まずは俺ね、最近カイジを見て初めて、うまそうなのね、藤原竜也さんが飲むさ、あのビールが、キンキンに冷えてやがる。うめえ。このトロトロのこのぐちゃぐちゃ感がうまいんだよ。はい、冷えてる。うん、はい、冷えてます。うん、と冷えてて安心して食える。めっちゃ、うわ、久々にたこ焼き食ったけど、うまい。うん、こめて、うん、炭水化物に炭水化物、最強。全然こっちの方がうまい。
なんかもうしおれて年季入ってる感じが、なんか若い人と話したよりおじいちゃんおばあちゃんと話した方が落ち着く時ってあるな。そしていきなりすいません、たこ焼きとスーパーマックスいっちゃいまのスーパーサイズに3みたいになってますけど、ちょっと待って、うげっ、うまっ、えっ、うまっ、めちゃくちゃうまい。たこ焼きとスーパーカップヌードル、このしなしな感、もちもちしなしな感とこの麺のコシがめちゃめちゃあってて、食ってて気持ちいい、噛んでて気持ちいいの。この紅生姜がまたいいアクセント出してんの。うまっ、これマジで。ちょっと待って、俺ほんとバカかもしんない、やば。またあのスープとタレ入れるの忘れてました、これ。え？え、うまかったんだけど、あれ？あれ、うまかったんだけど。あ、やばい、あれ？あ、マラゴリ言われるぞ。マラゴリ TikTok で天才だれぞ、俺。あ、やばい、忘れてました。なんか違うと思ったんだけど、でもうまいんだよ、塩味効いてて。なんで？まあいいや、もうちょっと。濃くなっちゃうからこれでいいよ。え、ほんと美味しいな、これだけで。うん、うまいんだ。うん、うまこちらの揚げ餃子、超でけえ。これで味がついてるね。うん、もうド定番、外サクサク、中もちもち。残り少ないラーメン入れちゃうか、これに。これにたこ焼き入れちゃう、揚げたこ焼き。うまっ。やっぱ油と炭水化物ってやばいの。昨日の夜何も食ってなかったからめちゃめちゃ吸収された感じする、油と炭水化物が。うわ、うま、餃子とたこ焼きとラーメンの組み合わせ
どれも近くてめっちゃ美味しかった。びっくり。興味ある方やってみてください。ってことで、深夜に食べたい最高の炭水化物の組み合わせです。プロダンスポイント、プロ100点。